はい、次はエバーグリーンの中の4の D、 一番容積のあって重たいやつを投げてみましょう。でしゃくりはこんだけしゃくっても曲がりが取れへんもんな。前の、86スラックマスターで4のデイをしゃくったらこの辺から曲がってそのダヨンってする重たっていう感覚があったよな、前の竿って。こいつはショートピッチでも全然普通しゃくれるもんな。バットがあるからな。1日こんな重たいのこんだけ曲がる竿ちゃうわ、エギをつけても軽くてワットがしっかりしてるからしゃくれますし疲れませんっていうインプレでした。